す。まあ、巷ではですね口論が起きたり誰かが何気なくね発言したことに対してこの情報弱者名ということで圧倒的にですね押さえつけてしまう方がいるのも皆さんご経験のことだと思います。私このの情報弱者ってていないいううもはでですすねなななかか言葉だと思うんですよというのが情報があるのかないのかっていうのは常に相対関係にあるんですよね。 絶対関係ってていうのののはこの世の中なくて情報弱者というからにはそれよりも物知りの人がいるからこそこの差がですね情報弱者というふうなね形で呼ばれたり情報があんまりない人から見るともっっと詳しいい人は情報の強者だだていうなな相対関係がでできるだけなんですよさあここでですね客観的に見るとこの相対関係がある格差があるのはどうにもしょうがない事実なんですけどもただこの格差って賢い人はね埋めていくことができるんですよ。 例えば情報ががが少ななないいいい人ももっともっっっととと賢くくくてててて勉強して物知りににぞううふうに埋めていくことができますそして賢い人詳しい人っていうのはそうじゃない人に対してあ教えてあげようかなと引き上げてあげようかなっていうふうな愛情によって情報があんまりない人に対してたくさんの情報をこうね、えー、シェアすることによってその方も物知りになって自分と同じようなステージに立つことができてあ幸せハッピーハッピーっていうことになるんですよね。 ただやっぱりね知恵のない方とかちょっとね情報弱者を叩く人とかね自分が物知りであると勘違いしてる人って実はね物知りじゃないんですよというのが情報弱者名と切り捨てることによってその人が情報弱者でそのままでね停滞してしまうばかりか発言をやめてしまう可能性があるんですよそうなると個人的には気持ちがいいかもしれませんけども社会的には1人分のエネルギーマンワーの損失なんですよね損失になってしまうんですよ そう考えていくとこの人よく分かってないなと思ったら怒り狂ったりとか言論を抑えて自分が物知りのふりして気持ちよくなるんではなくてあ自分で役に立てる部分があるんだったら情報提供してあげたいなっていうふうな愛情に変えていけばいいんですよね。そもそも人と人って出会った瞬間にどちらかが何かの分野では相対的には強い関係弱い関係っていうのは必ずあるんですよ。 例えばですね背が高い低いっていう状況もあると思いますし学歴があるないもあると思いますし収入も格差がありますし自由な時間もそれぞれ違うんですよ。で何かが圧倒的に 100%A さんと B さんの関係で B さんが全部の分野で強いっていうのはめったにないと思うんですよね。必ずウィークポイントがあってそのピークポイントをウィークポイントを、ね、弱点を埋めるために A さんとか B さんとか C さんっていうのが役に立てると思うんですよ。だから、 自分の力に及んでないからといって攻撃していいことは全くないっていうことを理解するのがまさにね知恵ののある人なのかなかと思いますですから情報弱者名といって叩いて終わってしまう人っていうのは実はものすごく思考としてはねあ貧相な考えになってしまうんではないかなと私は自分に対して思うので情報弱者って言葉をまあ使わないようにしてるんですよねそそもそも私が情報弱者ですからね。 物知らず判断力もない大したこともできない学歴もないとで実績もないとそういう人間がまあなんとか自由に暮らしていけるという現実を見た時に私よりも優れた方とか優秀な方が山ほどいる中で何で皆さんは不自由ってものに気づいて自由ってものに気づかないのなっていうふうに思ってしまうところもあるんですよね。まあ、ですので私はこういうふうな一方的な放送によってあ確かになっていうふうに感じてくださる方から順番に。 まあ私の考えをお伝えしたりとかねその方の考えをお聞きしたりとかして。 まあ解決策を見出していこうかななと思ってるわけなんですよね、まあ、私もね、ビジネスでやってるわけでも何でもないんで、ただこういうふうに、えー、の押し付けがましいかもしれませんけども、気に入ってくださる方には継続して発信が届くと思いますし、気に入らない方は離脱して二度と私の動画を見ることもないので、まあ、迷惑は極力かかってないのかなと思います。まあ、そもそも私の動画なんで、数万人が見るものではないですからね、とてもとても影響力があるとは思いません。まあ、ですんで、せめて影響力がないうちは、自由にね、 発信させていいいたただきたいなと思いますけどもその中でもやっぱり久保さんの発信があって良かったって方がね一人でもいるんだったら一人でもいらっしゃるようでしたら引き続き100人1000人に責められようとも一人の人のために発信をしていこうかと思いますまあ逆に言うと100人1000人が私を責めるってことはその人たちも見ているってことなんでまあ何らかのね、えー、フックがかかっているんだろうなと思うんですよまあ今後もですね情報弱者という一言で切ってしまうんではなくって あ自分でも役に立てる部分があるんだっていうふうな本日の放送は以上ですけども皆さんもあ自分よりこの分野ではこの人はあの分かってないなと思ったら敵対するんではなくて手伝ってあげるっていうふうな、ね、気持ちを持っていただければいいかなと思いますし自分がある特定の分野である人に対してですね 自分がまだまだ知らないなと思ったらもう積極的に学んでいくして私はその分野では全くわからないんで教えていただけますかっていう感じで入っていけばいいんではないかなと思いますまあ私の場合はあそのフェイスブックで記事を書くことがあるんですけども当然ですけども違う考え方っていうのがあるわけですよで違う考え方の方が私のところにコメントをしてくるんですよねでもそのコメントすいませんけども私ね全部のコメントもう読めなくなってきたんで間に合わないですから あのやっぱりね好意的なコメントとか重要だと思えるコメントは優先的に最初の1行とかで判断して読むんですけどもただですねあの私の投稿欄にコメントという形を借りて持論を展開したくてもう何行も何行もコメントバシ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 埋めてくる方っていうのはさすがにですね読まないですねそういう方は自己主張が強いんでご自身のね 記事投稿欄ウォーそうしたらねそこを私読みに行きますんでただ私の記事欄にコメントという形であの持論を展開されると他の方もねいらっしゃいますんでね他のわきまえた方23行でコメントをね簡潔に終わらせてくださってしかも人の,あの考えを否定しないような好意的な方優先に私もコメント欄を開けておきたいんで、えー、ちょっと順番がね変わってくると思いますんでまあ結局ね その投稿者に嫌われないような書き方っていうのを、まあ、わきまえていることが大事なのかなと思って私は他の方のコメント欄に何かね印を残す時っていうのはここんななな考え方がありますすよよみたいいと書かないわけですよねやっぱりその考え方あなたの考え方も素敵だってことその考え方に至るまでの経緯とかねその人への尊重心っていうのを書くようにすればいいんではないかなと思います。うんやっぱりね自分の考えとかに あの出会う人出会う人がイコールでないといけないっていう考え方から戦争が私は起きると思いますんでね、まあ、皆さんもねいろんな考え方があると思いますんで、まあ、少なくとも自分が全ての思考を支配してるわけではないっていうことは、まあ、ご理解いただいていると思うんでちょっと譲り合う精神といいますかね違う考え方が共存し合える世の中の素晴らしさとかね 本当に一つの考え方で地球が埋め尽くされているのを、まあ、望んでしまうとちょっと困ったことになると思うんでいろんな考え方があっていいんではないかなっていうふうなところにね立ち返っていただければうんよろしいかなと思うような動画でございましたそれでは失礼します